ピーチ選手、素早いドリブルだ。ゴール。さあ、男の子チーム反撃。頭上へパス。ヘディングからのジャンプ。おっと、天高く舞い上がった。きたー。さあ来ました、ルイージー選手のお箱、リムセイブレードだ。ピーチ選手、これを止められるか。ゴール。こんにちは、シュです。今回もルイージーやっていこうかなと思います。で、今日テレサのステージからか。で、テレサのステージ隠しゴールあるんじゃないかなと思って、なんで隠しゴール意識してやろうか。あー、なるほど。いや、これ私分かったよ。これみんな右に行きがちでしょ。なんだけど、それを逆手にとって、いや絶対ある。みんなは引っかかっても私は引っかかんないよ。いや、このブロック動くの懐かしいね。これ結構テレサあるある、マリオあるあるか分かんないけどあったよね。いや、これ全部叩いてこうか。なんかあんじゃねえかな。いや、いいね。スターは激アツ。くれくれ、よし。これ、あ、ブロック倒せんだ。なんかブロック倒せるって新鮮だな。やべ、よし。あれ、あれ叩き損ねちゃった。いや、これあれか、ずっとスターでいけんじゃない。エターナルスターでいけんじゃないかな。金やエターナルもびっくりだね。おっ、お、なかった扉あった。あれ、今隠しゴールじゃない。今なんかあったよね。みんな、金やエターナルって知ってる。取って、私さっきどこで落ちたんだっけ。こいつが勝手に落ちたんだよね。あ、これ右行けんのか。でここ落ちたよね。落ちた先なんかあったよね。いや、いいね。すごい偶然だね。偶然っていう名の必然。これなんだろう、3つ目かな。いや、隠しゴールっぽい。あ、見て、隠れルイージ。これあれじゃない？あ、すげえ、なんかちょうど、あ、隠しゴールだね。ルイージマンション。あれを多分イメージしてんだろうね。ちょうど、ケレさんのステージだし。下に出んだ。うわ、めっちゃレインボーだね。いや、私、マリオカートでね、レインボーロードすごい苦手。おー、すげえ。もうボスまで行けんだね。とりあえず、さっきのとこまで行こうか。で、ここに乗んのか、正規ル。あ、なんか今上なかった？やべえ！やばって、これなんだ？いや、スターか！うわ！これ多分エターナルキーヤでいけんだろうね。エターナルスターでずっと。ずっとスターでいけんだと思う。いいよ。やばい！危ねえ！いや、これ今もうスター出てたんじゃないかな、スターなら。これマリオあるあるなんだけど、スターじゃないとスター出ないんだよ。やばい！あった！やばい！やばい！ちょっと一回ここに避難しよう。やばって、これ足場なくなってる、もしかして。いや、でもムササビならいけるな。おー、足場ある。待って、2個目？これ上いける？いけない。お、いや待って、でもここなんかゴール、お、下にある、見た。すごい、見て、これ下、こっちからいける的な。いや、でもこれいけなかったらやられんな。いや、いいね。いや、いいね、激アツで。多分ここ入ればもうゴールなんじゃないかな。お、なんだこれ。これなんだ、3つのうち1個が正解みたいに、間違えると空島から落とされてきな。わー、なるほど。ここだね、ここ間違いない。いや、まちょっちない、ここ。今これちなみに自動で進んでます。オッケー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 。これミスったら、あのチョロボンと戦うのか。あれ、チョロボンだっけ、名前合ってるかな。ケロンパと空中、お、もう題名が面白そうだもんね。ケロンパが分かんないけど、なんか今回のこのルイージシリーズ、お前ケロンパっていうのか。ケロンパっていうの、こいつすげえ可愛い名前だな。こいつマジ大っ嫌い。ドスオみたいな顔してんのにね。お前ケロンパか。やばい、ケロンパ。うわ、すげえ、これケロンパって知ってた人いないんじゃない。いや、ケロンパ邪魔くせえ。なんか嬉しいな、こいつの名前知れて。これ下ヒップドロップでなんか、いや待って、これキープしときたいな、でかい状態。いや、どうしよう、ケロンパスルーでいいのかな。ケロ、いや難しい、やばいが。これさあ、ねえか、今キノコあんじゃねえかなって一瞬思ったけど、ないか。これ勢いでいっちゃおうか。ちょっと今日ケロンパと遊んでる時間ないわ。やぶね、ケロンパ長時間いればいるほど、よし、いればいるほど帰ってくんだよ。これキノコ出てほしい。いや、いいね。ちょっと今日冷静のシューじゃなくて勢いのシューでいきます。いいよ、ケロンパ開始の、いや、ケロリテ、もう勢いでいっちゃおう今日は。いや、かっこいい、やっ、いい、やっ
っときたいけど、このステージ難しくない？そう、長時間いるとあいつらいっぱい増えていくでしょ。いいね。と3つ目がない。いやー、あれか。いやー、これケロるか。ケロります。おお、ケロンパ1回爆発なんだ。マリオと違うね。届かなくなっちゃった。どうしよう。あ、ケロンパこれ今までのをまとめて出すんだ。なんか本当に名前可愛いよね。ゲロ基地みたいな名前してそうなのに。いきます。届いて。あー、チビ。さあ来た、ゲロ基地踏みます。ゲロ基地踏んでいけ。よしよし。でこれクリアしたんだけど、上に道出ないんだよね。これ一回戻っていけってこと？いや、めんどくせえ。戻ってあの上の方行かないとダメなのか。ただこれチョロモンとね対戦になっちゃうね。お、いいんじゃない？これなんかすげえめんどくさいなと思ったけど、これでかくなれるよねきっと。はい、アスターか。うわー、神回避。今多種だったね。多種シュート足すの合体多種。あ、でもアイテム取れんだ。久しぶりに多種言った気がすんな。足すと種多種。結構昔動画で言ってたんだけどね、久しぶりに言った。あー、危ねえ。あ、これ左にあるねえか。いや、私ね、今日の茶碗若干ね瞑想してた。よしだ。そう、若干瞑想してた。いや、でも人生には瞑想することあるからね。昔誰かがね、マリオは人生と一緒みたいなすごいいいこと言ってた人いたんだよ。なんで今日はそれを伝えた。おっ、ほい。あ、こいつ、あ、うまいし。これどうやって取ればいいんだ。ヨッシー見捨てる。ただヨッシー連れながらいける気がすんな。いや、くそ、むずいな。でもこうか、こうだね。こう、そう、みんなもね、しまったことあるんじゃない？髪伸ばして、固めにかけて、漆黒が、みたいに絶対言ってた人いるでしょ。絶対いるよ。12秒ってやつだね。これ取ります。いや、待って、全部取りたいな。待って、これ土管入れるかな？いや、よし！お、すげえ、何個目？あれ、2つ目か。これ、ヨッシーにお留守番してもらおうか。お留守番してもらって、いきます。鳥居の鳥居、やべ、これぶつかるな。あいつ最初に倒しといた方がいいな。倒します。 OK で乗ります。これ多分ヨッシーじゃないと取れないとこあると思うんだよね。おい、行くよ。いや、この右怪しいな。右行けそうじゃない？汚いのか。やべ、時間ねえ時間ねえ時間ねえ。いや、これ入れんな。いや、時間ねえ。やっと、おっと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 。いや、で時間ねえ。よし、あと勢いで行こう。よし、スネークブロック。私結構スネークブロック好きだよ。あの緑のやつね、私結構好きよ。3つってどういうことだろう。やっぱ時間少ない、このここあんじゃない。いや、なんかなんであれ、あ、汚いか、お前いらねえ。うわ、すごい楽しい。真ん中にしようか、とりあえず。いや、これ下行っとこうか。いや、いいね、やばい。 OK、 いいよ。1回で行っときたい。これ3つもある、スネークブロック2つしかなくない。おっ、あぶね、行き止まりになったかと思った。これなんだっけ名前。これ私いつもクリボーアローラの姿って呼んでんだけど、多分違うよね。これ凍らせられる。お、凍らせられるんだ、雲なのに。あるね、今。あそこにもある。2個目と1個目の差がすごい広い。やばいやばいやばい。でも私は死なないよ、死なないよ。バイバーイ。いや、そこでムササビはでかいで、ね、さっきここにあった、おったよね、あったね。いや、ムササビあるのはマジででかい。で、乗ります。いや、乗れねえ。あとはこれで取れんの、OK だね。で、あと多分もうゴールすぐ近くなんじゃないかな。いや、これさ、挟まれるみたいなのあるかな。いや、でもなんかもうゴールっぽいな。なんかすげえ長かったな今日。ルドウィックの迫るブロックの城、前もなんかブロックの城だったね。なんかブロックの城推しだね。わ、これマリオでもこんな感じだった気がすんな。これ潰されるとワンパンみたいな。もう勢いでいっちゃおうか。で、これは上に避難でいいか。上に避難でいきます。多分もう一回今のが来ると思う。オッケー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 。上に避難しの、多分もう一回帰ってくるパターンもあるでしょう。あ、ここも動いてんだ、地味に。やばい、私やばいっす。いや、いいね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 。私ね、電子書籍デビューしようかなと思って。私、今までコミックって本で読んでたんだよ。なんだけど、電子書籍いいなって最近思ってきた。オッケー、一回止めます。で、避けます。で、ここで行くか。いや、ダメだ、行けねえか。いやー、いやー、やっぱこれ、右行ったタイミングだね。全然左行かなかった。すぐ帰ってきてびっくりした。いや、届かねえな。いい、食らってもいい。多分、時間ないよね。これやばいんじゃない？間に合え！あ、これ上逃げれんじゃない？いや、そうだよね。私も思った。これ絶対時間間に合わないなと思った今。いいね。逃げて。
やばいな、早くしないとあいつ来るな。やばいな、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 やばいな。よし、あぶねー。で、これは、そうだね、今、この右帰るタイミングじゃないときついね、正直。左行ってると全然時間ない。で、今、作業3つ目、これどうやって飛んだろう。いや、早くね、タイミング。上か。いいね、よく気づいた。上で避けます。やばいね、やばいね、やばいね、やばいね。よし、いけ、間に合え。いいよ。で、ここに多分あると思う。難しくない？あれ、どうやって飛んの？え、あれ、どうやって飛んだ？え？壁キックやってみるか。いや、まあまあまあ、食らってもしょうがない。っていうか、時間ないな。はい。いや、ルドウィックはね、毎回影分身してくんだよ、こいつ。な、多分分身すると思う。いや、チビで勝てっかな。いや、そうだね、分身すんね。いや、本物は見極めろ。いいよ、一回避けます。こいつ、こいつ、いやー、くそ。よし。いや、サトシもね、言ってたよね。こう、ハッサムとか、昔のポケモンかな、ハッサムとか影分身して、目で追うんじゃねえっつって、心の目で見ろ。いや、それは嘘かもしれない。気配を感じろうか。で、なんか目で見るなみたいなことサトシ言ってた。いや、サトシ今変わりすぎじゃね、整形しすぎじゃない。おお、偽物か。よし。いや、アローラあんま好きじゃないんだよね。まあ、好きじゃないというか、そんな見てないんだけど、やっぱ昔良かったよね。やっぱサトシ月光が、あれの時代私大好きだったね。サトシ月光ががそのメガ樹海院とか戦う時、これ分かる人いるか。いや、いると思うんだけど。やばい、いいよこいつ。よしよし。お、てかもう次ラストじゃない、ここ左行けば。左行けば多分これもうここなんだよ。なんでもう次回ラストかもしんない。はい、終わります。バイバイ。